はい、ということでお部屋に入りました。こんな感じのですね、配置になっております。入ってですね、左側の方にこういった、くぼんだスペースありまして、そこにね、靴のブラシはないんですけども、靴べらがあります。その先にはね、こういった形で、全身鏡がありますね。その先に、段差のある形で、まぁ、ちょっとね、建物が古いんでですね、水回りだと思います。せーの、ドン。おー、いわゆるアパ仕様、最近のアパ仕様とはちょっと違いますね。まあ、ユニットバスはユニットバスではあるんですけど、トートサ製のウォシュレットに、こういったね、洗面台、そして、バスタブが、卵跡ではないかでございます。シャワーもですね、こういった形で、ちゃんとしたシャワーの、シャワーヘッドがついてまして、アパホテルオリジナルの、こういったね、トイレ台になってます。Tケースの、あれですかね、ボリーナですね。はい。ちゃんとシャワーヘッドは付け替えてありますね。そしてアメニティなんですけども、通常のアパーのですね、固定セット、ヘアブラシ、ボディタオル、ヒゲ剃り、歯ブラシなんかが一通り揃っております。はい。では、ちょっと出ましてですね、鍵は、かけるようになっております。はい。ここにね、正面にパッケージスタンドだったり、室内用のスリッパ、二つありますね。館内用、ここね、大浴場があるんで、館内用のスリッパと室内用のスリッパ、そして上の方には、こういった形でね、ハンガーがあります。お部屋こんな感じでーす。じゃじゃーん。おー、アパの派手さのない、ちょっと落ち着いたアパと言った方がいいんでしょうか。手前から見ていきますと、こういったね、空気清浄機じゃない、ごめんなさい。消臭スプレーがあって、そしてね、通常のアッパーにあるような、こういった本があったり、ミネラルウォーターが置かれております。このテーブルのところにはね、照明とこういったミラーがついてます。で、テレビはね、大きいテレビでございますね、こちらもね。はい。VOD が見放題という形になっております。はい。そしてね、そのテーブルの下のところに、ハイアールのちょっと昔のですかね、2004年製のですね、冷蔵庫。これはまあ創業からなんでしょうね。ここ確か創業2005年ですからね。そしてタイガーの電子ケトル。そして、こちらの方には、コーヒーカップが相変わらずなくて、紙コップと、それから、グラス。そして、コーヒーのインスタントと、緑茶の粉茶があります。こちらのね、テーブルの中には、こういったね、浴衣と、それからアパホテルの、テスコムのね、ドライヤーとなっております。はい、ベッドはこんな感じでございまして、でもちょっと狭いかな。どうなんだろう。アパホテルのって140センチメートルあるイメージですけど、ここもしかして120とかかですかね。ちょっと後で測ってみますが、ベッドがありまして、そして、こういったね、壁紙と、エントランスの方を見るとこんな感じで、天井の照明もね、ちょっと地味というか、マンションっぽい、天井直付けになってまして、蛍光灯ですね。そして天井高もね、低めですね。どうなんだろう ?240 ぐらいしかない気がします。はい。そして、最後窓際なんですけども、こちらもせーの、ドン。はい。ということでね、ちょっと場所的にね、田舎だからもうちょっと眺望いいかなと思ったら、駅前だからですかね。隣のビルが迫っておりまして、眺望はほぼないという感じになっております。はい。以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋、シングルルームです。ベッドタイプがですね、120センチメートル幅のセミダブルサイズでございまして、マットレスはシーリー社製と共同開発したマットレスになっております。食事なし素泊まりで広さが11平方メートル。料金がですね、税込みで6700円です。選んだポイントは、大浴場があるというところと、このね、ホテルは視聴者の方が推薦していただきました。今回予約はですね、チャラン系で予約させていただいております。はい、今回の部屋の平面図こんな感じになっております。右上がですね、エントランスで入りまして、左側に水回り。通常のね、アパホテルの卵型節水バスタブではなく、ちょっと前のなので、普通のユニットバスです。で、奥にね、ベッドと、それからテーブルがあるんですが、まあ、テーブルもね、ちょっと、
アパよりは、通常の最近のアパよりは、奥行きが狭めという感じでございました。407号室、南向きの部屋、面積11平方メートル。天井高がやや低めの239センチメートルの部屋でございます。数字読みの部屋データです。ということでね、今触れた感じでございますが、それ以外で言うと Wi-Fi スピードが若干遅かったかなという感じですかね。あとコンセント数も5つとちょっと少なめで、USB ポート数が当時はなかったので、0となっております。開業してから19年になるホテルでございます。客室のバリエーションです。はい、今はね、最近建ってる、アパホテルはシングルって言い方しないで、スタンダードルームをシングル利用、ダブル利用みたいにしてるんですけども、この段階ではシングルとセミダブルっていうのがあります。で、ツインもあるという形になっております。こちらのホテルはこの人向けビジネスプライベート双方対応できるホテルですね。温泉が好きな人、それからね、一人でゆっくりお風呂や美容で楽しみたい人に向いてるホテルかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。アパホテル千葉八千代緑ヶ丘はですね、アパホテル株式会社が運営するホテルになっております。アパホテルについてはね、特に説明不要かと思いますが、まあ、興味のある方、こちらに記載している情報をですね、参考にしていただけたらと思いますが、非常にね、ここ最近急成長して出店構成をかけているホテルの運営会社になっております。アパホテル千葉八千代緑ヶ丘の最寄り駅はですね、東洋東高速鉄道線っていうね、すごくなんていうのかな、料金が高いのでも有名なですね、路線の八千代緑ヶ丘の駅前にあります。場所的にね、あまり知られてないんですけれども、こちらのホテルのすごいところはですね、黒湯温泉の大浴場があることです。しかもね、なんと露天風呂とかサウナまであるという感じになっております。まあ、ユッキーね、実は黒湯大好き人間なんで、こちらのね、ホテルが黒湯だと知った瞬間に予約をさせていただきました。エントランス入るとですね、そこまで広くはない、フロントロビーがあって、まあ最近のね、アパートで非常にきらびやかなロビーだと思うんですけども、こちらはね、まあかなり前のオープンなんで、そこまで派手さはない感じでございます。はい、それではですね、アパホテル千葉八千代緑ヶ丘のベッドチェックになります。こちらのベッドは幅が120センチメートルになっておりますね。はい、今日のルームウェアです。こんな感じの浴衣ですね、グレーでなっております。はい、ではちょっとかなり狭いんですけど、パレコンで見たいと思います。せーの、あ、すごい、全く反発しないタイプのマットです。お願いします。サパってね、やっぱ人間の跡がつくんじゃないかっていう感じですね。以上です。まあ、お部屋の方はですね、まあ、アパホテルの名残を残しつつ、ちょっと、まあ、レトロな感じがあるという感じですかね。ベッドはね、最近のアパホテルはすべてシングルでも140センチメートル幅ありますが、まあ、ダブルサイズですね、いわゆる。こちらはね、120センチメートルのセミダブルになっています。ただね、当時はね、サーター社製とのコラボのマットレスになっているので、寝心地が良かったですね。テレビの方もね、41インチと大型ではあるんですが、まあ、ちょっと古いからかね、表示まで時間かかるのがね、ちょっとストレスでしたね。何回かね、切れました。VOD はですね、他のアパホテル同様、アダルト含めて無料になっております。テーブルの奥行きもね、最近のアパと比べるとちょっと狭めという感じですね。で、逆に水回り、まあ、最近のね、卵型の節水タイプではないんで、逆に少しね、広いイメージありましたかね。帳簿はですね、ほぼありません。まあもちろん本額にもよるとは思います。こちらのホテルはですね、朝食の方は1階に併設されているレストラン、ナルトキッチンというね、唐揚げのお店で、前売りだと1100円、当日だと1200円で、定食形式で食べることができます。雪材でございます。こちらの大浴場はね、黒湯温泉になってます。しかもね、露天風呂とかサウナもあります。洗い場とかね、うちも広いですし、場所柄か、そこまでね、混まないんで、ゆっくり入れるのが何より良かったですね。ウォーターサーバーもありました。ユキはね、なんと滞在中4回も入ってしまいました。ユキのレビューです。お部屋、設備、備品は普通だったんで、サンサンとさせていただきました。水割りの方はね、まあ、部屋のユニットバス以外にも、黒湯のね、サウナ、露天風呂付きの大浴場があったんで、5とさせていただきました。サービスの方は、スタッフ対応良かったんで、4とさせていただいております。環境帳簿はね、まあ、駅から近いんですけども、ちょっと帳簿ないということで、総裁して3とさせていただいております。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。ということで、総合満足度今回は A とさせていただきました。まあ、築年数はね、経ってるんですけども、基本的にアパ仕様を踏襲してますし、黒湯温泉のね、露天風呂、サウナ付きの大浴場があるのはすごく良かったですね。場所的に
本日も悩んでゆっくり過ごすことができるという感じで、ユッキー個人的に黒湯大好きなんでまたリピートしたいと思っております。お得でございます。今回妥当とさせていただきました。まあリーズナブルとしてもいいぐらいのレベルではあるんですが、ちょっと周辺にホテルがないんで、ね、比較ができなかったという感じはあります。まあインバウンドでね、都内の宿泊料金高騰している中、こちらに6700円泊まれるというのはありかなというふうに思います。ということで、アパホテル千葉八千代緑ヶ丘穴場のホテルです。ぜひ機会があったら温泉好きな人泊まってみてください。それではまた。